どうもこんにちは、マイクラやってるかい？仕事を終えて家に帰ると、娘二人がパパお帰りって出迎えてくれて、それに続いて奥さんも出迎えてくれた。お帰りなさい。晩ご飯できているわよ。パパ、今日の晩ご飯私も手伝ったんだよ。私も、そんなやりとりをしながら晩飯を食べた。っていう夢を見たぜ。え？なんだったんあの夢？マジで謎なんだが、気を取り直して、今日はコマンドについてだよ。フックショットってみんなわかるかい？壁とかに打つと自分も引っ張られて飛んでいくやつ。ゼルダの伝説に出てくるアイテムみたいなやつって言えばわかりやすいかな。では、どういうフックショットを作ったのか紹介するぜ。使うアイテムはトライデント。トライデントを好きなところに投げると、プレイヤーも一緒に飛んでいくっていう感じ。飛んだ直後は浮遊するようになっているから、安全性も高い。使うのにクールタイムもなければ距離の制限もないぜ。凄まじく便利。それじゃあね、作り方いくぞ。コマンドは画面内に載せるから、もし入力したい時は一時停止をしてね。まずはコマンドブロックを出すんだ。コマンドはこれだな。基本中の基本だぜ。で、ちょっと大変だけどコマンドブロックは4つ用意するように。4つ置いたらとりあえず並べておこうか。その前にやることがあるぞ。チャット欄でこのコマンドを入力だ。次にこれだよ。最後にこれ。ここまでできたらコマンドブロックに移ろう。1つ目のコマンドブロックは、反復、無条件、レッドストーンが必要に設定。ほんでこれを入力だぞ。2つ目のコマンドブロックは、チェーン、無条件、常にアクティブに設定。そしてこれを入力。3つ目と4つ目のコマンドブロックは設定が同じだから、記入するコマンドだけを記載するぜ。3つ目はこれ。4つ目はこれ。これで完了。お疲れ様。トライデントを手に持って、壁に向かって投げると自分も引っ張られるようになるぜ。これで長距離移動がめちゃくちゃ楽になるね。統合版の人はね、やってみるといいよ。ちょいと大変だけどそれぐらいやってみる価値は十分にあるぞ。マインクラフトでの飛び道具って言ったら何が思い浮かぶ？弓矢、クロスボウだな。ほんで、TNT キャノンも作ればそれも立派な飛び道具になるぜ。まあ弓矢とかクロスボウを使う人がほとんどだわな。でもね奥さん、コマンドを使えば、スナイパーライフルを作ることだってできるんだよ。こんなん飛び道具最強やん。使い方は簡単でね、望遠鏡と金塊を使うんだ。望遠鏡が銃で金塊が弾丸って認識してね、望遠鏡を覗いて、アイテムを投げると銃声が響いてモブは死ぬって仕組みだな。ほんじゃあ早速作り方いくぞ。まずコマンドブロックを用意。これを入力だな。今回はコマンドブロックを11個使うから全部用意してね。用意したらまず3つ積み重ねておこう。で、1つ目のコマンドブロックは、反復、無条件、常にアクティブに設定し、これを入力。2つ目と3つ目は、チェーン、条件付き、常にアクティブに設定し、2つ目はこれを入力。3つ目はこれ。これが終わったら、次に2つコマンドブロックを重ねる。1つ目は反復、無条件、常にアクティブに設定。でこれ、2つ目はチェーン、条件付き、常にアクティブに設定。ほんでこれ、できたら、次に1つだけコマンドブロックを置いてレッドストーンコンパレーターを接続。コンパレーターには適当なブロック、その上にレッドストーンと落ち。で、コンパレーターの上にコマンドブロックを3つ設置だ。一番下のコマンドブロックは、反復、無条件、常にアクティブに設定。これを入力。コンパレーターの上のコマンドブロックはいじらないで。これを入力。その上のコマンドブロックはチェーン、条件付き、常にアクティブに設定。これを打ち込む。その上のコマンドブロックも同じ設定。そしてこれ、次、適当な場所にコマンドブロックを置いて、反復、無条件、常にアクティブ。コマンドはこれを入力。最後、適当な場所にコマンドブロックを置いて、設定はそのまんま。そしてこれを入力だ。コマンド入力はこれで OK だぜ。次に、金床を使って望遠鏡の名前をスナイパーに変更。これで準備 OK。最後に設定したコマンドブロックがあるだろ。あれにボタンをつけて動かせばスナイパーが起動。金塊を用意して、望遠鏡を覗けばできるはず。有効モブなら大体一撃で倒せるから超強い。ちょっとさっきのコマンド大変だったから、次は比較的簡単なものをやろっか。弓を使って矢を放ち、矢がモブに当たったら雷が発生。そんなコマンドだぜ。これも統合版で 1.18.10 に対応だわ。そんじゃあ早速作り方やっていくかね。まずコマンドブロックを獲得しよう。恒例だな。今回は2つ使うよ。で、ついでにこれも打っておこう。これはコマンドのログを消すコマンド。ではコマンドブロックにコマンドを入力していこう。まず1個目は、反復、無条件、常にアクティブに設定し、これを入力だ。これはモブが矢の半径 1.5 ブロック以内にいたら雷を召喚するって内容だぜ。そして2つ目は、チェーン、無条件、常にアクティブに設定。これを入力。チェーンに設定するわけだから、反復のブロックとつなげる必要があるな。2つ目のコマンドは、モブが矢の半径 1.5 ブロック以内にいたら、爆発するっていう内容だぜ。何それこわ。これで終わり。あとは弓矢を装備して倒したいモブに矢を当てていこう。当たる、もしくは近くに矢が来たら雷が落ちて爆発するぜ。大抵のモブは死ぬな。ただ、クリーパーとかの雷を受けて変化するモブだと、2回当てる必要があるな。あと、ビリジャーやスケルトンといった矢を持っているモブが、自爆するぜ。草、まあ、そういうところもあるけど、みんなもやってみてよ。
次もまたすんげーのを紹介するぞ。統合版マインクラフトのバージョン 1.18 にて、コマンドで作るショットガンだ。こいつはすげーぞ。でっかいを持ちながら銅の延べ棒をドロップしたら、プレイヤーの正面5ブロック先にエボーカーファングを召喚する。それでダメージを与えるんだ。エボーカーファングに直撃しなくても半径4ブロック以内にいたらダメージは入るで。ほんじゃあ作り方いくかね。当然コマンドブロックを使うんだが、7個必要だかんね。全部繋げる感じで設置するんだぞ。繋げたら下の段からコマンドの設定や入力をしていこうか。1個目。反復、無条件、常にアクティブに設定し、これを入力。2個目。チェーン、無条件、常にアクティブに設定して、これをポチポチ。3個目。チェーン、条件付き、常にアクティブに設定。ほんでこれ。4個目。チェーン、条件付き、常にアクティブに設定。これを入力。5個目。チェーン、無条件、常にアクティブに設定し、これを入力だよ。6個目。チェーン、無条件、常にアクティブに設定。これをポチポチ。7個目。チェーン、無条件、常にアクティブに設定。でこれだ、完成や。早速でっかいと銅の延べ棒を準備しよう。ボンボン言いながら敵を蹴散らせるはず。これはやってて結構楽しい。ということでね、みんなもよかったらやってみるといいよ。中距離最強武器だからね。以前配信されたエイプリルフールのスナップショットでは、エンダードラゴンに乗ることができたぜ。それを見てこう思った人は少なくないはず。エンダードラゴンに普段から乗れたらなーって。まあ私がそうなんだけどね。それがなー、コマンドを使えば可能になるんだよ。ではではおなじみのコマンドブロック召喚から、ここまで来るともう見ないでも入力できるな。このコマンドでは7個使うぞ。まず1個目。衝撃、無条件、レッドストーンが必要に設定して、これを入力。2個目。設定は同じ。コマンドはこれを。ほんで、ここからが超重要だぜ。残りのコマンドブロック5つを、レッドストーン回路形式で繋げていくぞ。縦に並べて、下から組み立てていくからね。一旦回路を組んでからコマンドブロックの設定と入力をやっていくね。まずコマンドブロックを置き、1ブロック手前に適当なブロック、その適当なブロックの側面にレッドストーン投置をぶすり、適当なブロックの後ろにはレッドストーンコンパレーター。ほんでコマンドブロック、その後ろにはまたコンパレーター。さっきとは向き逆にね。そして、レッドストーンリピーター、コマンドブロック、レッドストーンリピーター、コマンドブロック、レッドストーンリピーター、コマンドブロック。っておくぜ。リピーターの遅延はいじらなくてオッケーよ。はい、じゃあ次はコマンドブロックの入力。これも下から順に紹介していくよ。両画面上に設定と入力するコマンド表示させるわ。1個目。2個目。3個目。4個目。5個目。適当な場所にトロッコを用意して、その状態で釣り竿を構えれば、エンダードラゴンがどこからともなく出現して、バタバタ飛ぶぜ。あとこれ移動もできるんだけどね。遅いんだわ。ここからはガチでヤバいコマンドを紹介していきますわ。どれくらいヤバいかっていうと、語彙力がなくなるレベル。というわけで最初に紹介するのは、ノッチ氏召喚コマンドだぜ。ノッチ氏はみんな知っているな。マインクラフト海の親だぜ。その人をボスとして召喚するっていうコマンド。ほんじゃあやり方いくか。まず何をするか。コマンドブロック獲得だな。これを入力しよう。獲得したらそのまま置いて、設定はいじらなくてオッケーよ。そしてコマンドを入力するんだが、書く量がめちゃくちゃ膨大なんだよね。だから概要欄にそのコマンドが記載されたサイトの URL を貼っておくぜ。サイトに行って、ゲット、ザ、コマンドを押して、バージョン 1.11 を押せばコマンドが出てくるよ。とにかくそのコマンドをコマンドブロックに貼り付けて起動しよう。すると、なんかすごい装置がドーンって出てくるはず。装置にはいくつか看板がかけられていてな、その中に緑色で書かれたゲット、アイテムを押して、ノッチ氏召喚に必要なアイテムを入手するぜ。リンゴとブロックが手に入るな。ここまで来たら一旦召喚する前に装備とか武器を整えておこうか。もうガチガチに固めよう。準備ができたら、手に入れたブロックを置いて、その上にリンゴを投げて乗せよう。すると、なんかものすごいパーティクルが出てきて、上空からノッチ氏が降臨するぜ。とんでもねえな。ノッチ氏はリンゴと剣を持っていて、普通に歩いて攻撃してくるぜ。他にも、爆発するレッドストーンブロックが落ちてくるし、地面を這う煙みたいなやつも出てくる。これらに当たると、超痛いぜ。他にもちっちゃいノッチ氏が出てきてプレイヤーを襲うぞ。もはや何でもありやな。いろんな仕掛けがあるが、頑張ってノッチ氏を倒そう。倒すと、膨大な量の経験値が手に入るぜ。それと一緒に、ピカピカ光ったリンゴも手に入るぞ。そのリンゴの名前は、ザ・ワン・ブルー・アップルってなっている。ということでね、エンダードラゴンやウィザーを倒しても物足りないって感じる人は、ノッチ氏と戦ってみるといいぜ。このコマンドね、推奨環境がバージョン 1.11 になっているんだ。やるとしたらそのバージョンの方がいいぜ。採掘。採掘は大変でやんすねー。ツルハシは大量に使うし、何より時間がめちゃくちゃかかる。だが、自動で採掘するコマンドを見つけてしまった。作り方はさっきと同じ感じ。まず自分でコマンドブロックを1個だけ用意。ほんで、えげつないぐらい長いコマンドを貼る。だから概要欄にそのコマンドが記載されたサイトの URL を貼っておくぜ。コマンドを貼った後にレッドストーン関連のアイテムで起動させよう。すると、ものすごい装置がずらーって出てくるはず。装置はしばらく動くと思うけど、時間が経てばおとなしくなるはず。装置には看板があって、赤文字や緑色の文字で何か
か書かれているぜ。緑色の文字で書かれた看板をクリックしてみよう。するとスポーンエッグが手に入る。これが全自動採掘装置だな。これを洞窟の中で使うと、かまどに吊る橋が2個ついた装置が出てきて、掘り始めるぜ。5×5 の穴を掘るから結構規模はでかい。しかも、丸石と鉄鉱石や金鉱石などを分けることも可能。もう至れり尽くせりだな。ちなみにこの装置、止めるまでずっと動き続けるぞ。止めたい時は、さっきの装置に戻ってみよう。さっき緑色の文字で書かれた看板の下に、赤色の文字で書かれた看板がある。それをクリックするとまたスポーンエッグを入手する。これをあの装置の近くで使用すればやめられるぜ。また使いたい時はさっきのスポーンエッグを使おう。正直これ便利すぎて恐ろしいレベルだな。この装置、推奨バージョンが 1.8 と比較的古いから注意。建築はマインクラフトの醍醐味と言っても過言ではない。でかい家を建てた時の達成感なんて何物にも代えがたいぜ。しかし、40秒で建てられる家が開発されたんだ。必要な材料を投げれば、あとはもう全部自動的に家を建ててくれるって感じ。今から紹介するのはコマンドでもできるんだが、実はデータパックにも対応してるんだ。だからせっかくだし今回はデータパックを使って紹介するぜ。コマンドの方が気になる人は概要欄に載せとくんで、そっちを確認してくれよな。まずデータパックを入れたら、多くの原木1スタック、多くの木材を1スタック、そして丸石を1スタック集めて1箇所にドロップしよう。そしたら、ポロンって音符ブロックの音が鳴って、防具盾が出てくるはず。その防具盾を開けた場所で使おう。すると、煙のようなパーティクルが出てきて家の建築が始まるぜ。本当に40秒ほどでできちゃうぞ。しかも結構立派な建築物。内装もある程度充実していてな。チェストやかまど、ベッドがある。あと建てた後も自由に建築することもできるからな。こんなん超有料物件ですやん。とまあこんな感じでね。建物がたくさん欲しい人とかにはおすすめできるぜ。これ、バージョンが 1.15 推奨になっているよ。ある日、外を見たらレーザーが飛んできて、自分がいる大陸をめちゃくちゃにしたらどうする？あかにゃんあかにゃん。そのレーザーキャノンがコマンドで実現されたんだわ。じゃあコマンドのやり方から紹介するぞ。おなじみ、コマンドブロックを入手。で設定もいじらずにコマンドを入力するんだけど、これもものすごい量のコマンドだからサイトからコピーして貼り付けよう。URL は概要欄に貼っておくね。起動したらまたもやすごい装置がドーン。装置はいじらずに、ダイヤモンドブロックを適当な場所に置こう。そしてその上にネザースターを乗せると、あら不思議、スペース、レーザーと書かれたスポーンエッグを入手するぜ。ほんで、そのスポーンエッグを置くとレーザーキャノンが出てくるぜ。壊したい時は、キャノンの中にあるガラスブロックを割ることで、スポーンエッグの状態になるから覚えておいてね。で、このキャノンは撃つ前にどこに撃つのか決めなきゃいけない。そのためにはまずキャノンについているボタンを押す。するとレーザー、ターゲットっていうスポーンエッグが手に入る。それを好きな場所に使えば赤いパーティクルが出るよ。ちなみに、雪玉のレーザー、ターゲットもあるから、遠くを指定したい時はそれを使おう。ここまで来たらレーザーを撃つぜ。キャノンにレッドストーンブロックを4つ入れればオッケー。キャノンからレーザーというか煙が出てきて、ターゲット部分に降り注ぐぜ。地面はめちゃくちゃえぐれるぜ。これは怖い。というわけでね、使うとしたら要注意だよ。どうやらこれバージョン 1.1 に以外では作動しないみたいだから注意。はい、今日はここまでだよ。それじゃあまた別の動画で会おう。バイバイ。